ルフトハンザカーゴはドイツの貨物航空会社である。ルフトハンザグループのグループ会社でフランクフルトに本拠地を置く。フランクフルト空港を中心に世界的な貨物空輸サービスを行っているほか同じドイツの国際宅配業者である DHL のサービスをドイツ東部のライプツヒハレ空港で行っている。またルフトハンザカーゴは自社の航空機のみならず 約300機のルフトハンザドイツ航空の旅客機の貨物室を使用した空輸サービスに加えてコンドル航空サンエクスプレスの貨物輸送も受け負っている。ルフトハンザカーゴは1994年にルフトハンザドイツ航空が自社の貨物部門を独立した会社として分離したことで誕生した。このように旅客と貨物のサービスを分離したのは ルフトハンザが世界で初めてであり、既存のジャーマンカーゴサービス社と合併することによって、同年11月にサービスを始めた。設立から、しばらくの間は、世界トップの貨物輸送キャリアとして君臨していたが、現在は、大韓航空カーゴとエールフランス KLM カーゴに、抜かれている。ルフトハンザカーゴは、非常に革新的な経営戦略をとっているものの、 将来に向けての戦略が弱いと言われ、かつて、ジャルカーゴ、SAS カーゴグループ、シンガポール航空カーゴが加盟する、貨物航空連合であるワオに加盟していたが、その処遇をめぐり混乱状態が続いた後、2009年に、脱退している。2004年には、ルフトハンザカーゴと DHL が50%ずつ、出資し新しい貨物航空会社を立ち上げることに、合意し、 2007年にアエロロジックを設立した。アエロロジックは2012年までにボーイング777型機を11機運行に当てる予定で、今までライプツヒを拠点にしていたルフトハンザカーゴのマクドネルダグラス MD-11F 型機がフランクフルトに戻されたことによりリハブはライプツヒに置かれた。ここにはルフトハンザカーゴの自社機による 就航地のみを記載しているが、実際には、ルフトハンザドイツ航空の旅客機の貨物室も管轄しているため、ルフトハンザの就航都市すべてに対する貨物サービスが可能である。これらの自社運航便以外にもワールドエアウェイズの貨物便も、ルフトハンザカーゴのサービスとして提供している。ヨーロッパ南北アメリカアフリカアジア。ありがとうございます。